とさみつよし、源氏物語図表部二曲一層、とさみつよしから1613年6月22日は、室町時代から安土桃山時代の山和江と佐波の絵師。子に、とさみつのり。住吉女系は、子とされることもあるが、弟子説が有力。官位は、十五位下、左この絵正面。とさみつ重の自主と言われるが、実際は、 門人で賢治と称した人物と考えられる。死、三重の後取りとさひかり元が、木下秀吉の田島ぜ目に加わり、出陣中戦没してしまう。そのため三つは、三本元に代わって、三重から維持三人の養育を託され、と佐ける以来の絵で本や地行地、消文などを譲り受けたとみられる。以後、三つは提発し、久しよくと申し、 カノエイトやカノサンラクラから上落を流されつつも、終生堺で活動した。堺に移居した理由は、近くの泉国上神谷に、江所、アズの所領があり、今井宗久をはじめとする町衆とのつながりがあった、ことなどが考えられる。三本の維持のその後はわからないが、三本の娘を、カノ三信にとに嫁がせている。三義吉は、中世から近世へ。 山和絵を橋渡しする役割を担った。伝説作には、桃山という時代精神を反映した、それまでの土佐派の絵師には見られない、スケールの大きさと装飾性はあるけれども、同時代の絵師と比べると、土佐派の伝統と様式を重んじた保守的な作風は、信仰勢力の好みとは合わず、腕を振るうのに十分な機会や条件を与えられなかったと考えられる。しかし、 研究の進展で多くはないとされた三つ吉の作品が次々と発見され、しかもそれらは屏風や襖絵などの大作などが多く、三つ吉が桃山時代に流行した金畿障壁画の一翼を担っていたことが明らかとなった。また、譲られた粉本類をもとに夕食古実や古典解釈を踏まえた新たな山戸への図用を生み出し、土佐派のみならず狩野派や林葉、 民間の町絵師たちにも普及していった。現存する作品は、源氏物語を題材とする絵が多い。三吉には、土佐一徳、照住、光明、光くず、光駅、光継など多くの弟子がおり、対策や細密画をこなすため工房制作を行ったと思われるが、詳しいことはよくわからない。土佐三吉、足利義輝造史系、国立歴史民族博物館本。 重要文化財と神聖極楽寺本はこれを奮本として制作された。歴白本は、小族の洗練された色彩と薄物の巧みな表現技法から、三吉筆の可能性があるが、神聖極楽寺本は、小袖の文様の順序に違いがあるなど細部が異なり、写本を思わせるような鈍さがあるので、三吉が描いたとは言い切れない。 三つ作と言われるがそれを示す楽観などはなく、なぜそう呼ばれるようになったかは不明。松の大木を中央左に描き、桃山時代に特徴的な巨木表現が山和絵にまで及んだ興味深い作例。拓安双方が和歌を書いている。ありがとうございます。